ティム・ホートンズ・インクはカナダのドーナツチェーンである。1964年にオンタリオ州ハーミルトンでオープンし、以後カナダ国内に急速に広がり、カナダ最大のファーストフードチェーンとなっている。ティム・ホートンズはカナダの至るところで見ることができ、店舗数はカナダ国内に約3000店以上、アメリカに約600店以上がある。 2005年のティム・ホートンズのカナダ国内の売上は、カナダ国内のファーストフード全売上げの22.6%を占める。カナダ国内にあるコーヒー、パン菓子製品の店舗の76%のシェアを持ち、カナダ国内のカフェとしてのシェアは62%を占め、2位のスターバックスを大きく突き放している。また、カナダでは、ティム・ホートンズは、マクドナルドの規模を超え、 2002年にはカナダ国内のマクドナルドの売り上げを抜き、カナダ国内のマクドナルドの約2倍の店舗数を持っている。メニューにはコーヒー、ドーナツ、ティムビッツ、スープおよびサンドイッチなどがある。1964年にオンタリオ州ハミルトンにおいてティムホートン第一号店が開店された。創業者のティムホートンは1949年から プロホッケーリーグの NHL の選手としても活躍した人物である。ティム・ホードンは開店直後にハミルトン警察署の巡査であったロン・ジョイスと出会い、共同経営を行うようになった。ティム・ホードンが1974年に突然の自動車事故で死亡すると、ジョイスは事業のすべてを買収し40店舗のチェーンを単独所有した。ジョイスは地理的にも 商品の選択の面でも急速かつ積極的にチェーン事業を拡大し、1991年にはケベック州アイルマーに500店目を開店するに至った。ティム・ホートンズの積極的な事業展開は、コーヒードーナツ外食店業界に次の2つの大きな変化をもたらしたと言われる。1995年には、その人気がアメリカ人の投資家の目に留まり、ティム・ホートンズは、 アメリカ合衆国における巨大ファーストフード店のウェンディーズ社と合併、新社名はウェンディーズインターナショナルインクとなった。また合併の結果として店舗管理を行う子会社は TDL グループと名付けられた。この子会社はオンタリオ州オークビルの本拠地から全チェーン店舗を統括しており、2003年には年商8億ドル以上を上げている。ウェンディーズとの合併は ティム・ホートンズの米国展開を促進させ、ニューヨーク、オハイオ、ミシガン、ウェストバージニア、ケンタッキー及びメイン各州などに出店が相次いだ。さらに2004年まででロードアイランド、コネチカット及びマサチューセッツ各州でコーヒードーナツ店を42店舗チェーン展開していたベスイートンも買収している。2006年、 業績向上で高い利益率を誇るティム・ホートンズを上場させるようエンディーズは株主から圧力を受け、その結果ティム・ホートンズは株式を上場して再び独立した会社となった。2014年バーガーキングに買収される。ティム・ホートンズはカナダで最もマーケティング活動に成功した企業の一つとされている。協力かつ効果的なそのブランドゆえに、 ティムズあるいはより交互的にティミーズなどと愛称され、カナダを代表するファーストフード店として君臨し、カナダの文化の革新を成しているとも言われる。カナダではティム・ホートンズのテレビコマーシャルが頻繁に流れており、その内容は大抵ティムのコーヒーを飲む実在のカナダ人にスポットを当てた実は形式のものが多い。ティムの掲げるスローガンは常に新鮮及び、 あなたのそばには、いつもティム・ホートンズである。当たりくじ毎年3月から5月まで、ティム・ホートンズでは販売促進のためのスピードくじ、ロール・アップ・ザ・リム・ツー・ウィン・コンテストが行われる。商品総額は2000万ドル超と言われている。顧客はコーヒーを飲み終えて、紙コップの円を広げて、当たりの場合には、裏側で商品がわかることになっている。自動車もしばしば当たることがあり。 毎年20代分ほどの当選者が出る。このコンテストの宣伝効果は非常に効果的なものであり、R の音を震わせて、RR、ロールアップザール R, R、イムツウィンと叫ぶフレーズはコマーシャルが流れる地域においてよく知られている。この店舗は地域のコミュニティ支援やティムホートンズ自動基金の活動も行っている。同基金はロンジョイスが設立したもので、 多くの恵まれないカナダ人市場に対しサマーキャンプへの参加費用を援助している。また、地域店舗の店主なども地元のスポーツチームなどのコミュニティ組織に寄付活動を行っている。ドーナツ県は多くのカナダ人の日常生活において重要な位置を占めており、そのリードチェーンであるティム・ホートンズ自体がカナダ人のアイデンティティを象徴する存在になりつつあると言われる。 日常におけるドーナツ店、とりわけティム・ホートンズの重要性の例としては、次のものが挙げられる。カンダ・ハールのティム・ホートンズを利用するカナダ兵、ティム・ホートンズは少なくとも7カ所のカナダ軍の拠点へ、販売店を出店している。TDL グループは2006年4月に、カナダ軍のリック・ヒリアー将軍の要望を受け、アフガニスタンのカンダ・ハール拠点基地へ販売店を、出店すると発表した。 カンダ・ハール店は2006年7月に基地内に設置された40フィートのトレーラー内に回転した。カンダ・ハール店の41名のスタッフはカナダ軍職員支援局の職員により抜擢された。スタッフは核兵器や生物兵器による攻撃が発生した場合にどのように対処すべきかといったトレーニングを事前に受けている。カナダ連邦政府は カンダ・ハールへの出店に対して年間およそ4から500万カナダドルを助成していた。カンダ・ハール店は5年間で400万カップのコーヒーと300万個のドーナツを販売し2011年11月29日に閉店した。米軍基地最初のティム・ホートンズは2009年にフォートノックス陸軍基地に開店した。その翌年にはノーフォーク海軍基地へも出店し、 2011年11月までに、米軍基地内に5店舗を出店している。最初に出店された2店舗の他には、オセアナ海軍飛行場に1店舗、アバディーン製の大手券場に2店舗が出店されている。ありがとうございます。